無から有を生み出して大成功を収めるまでのストーリーを教えてあげるからね。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。皆さん、こんなことをしてみたいと思ってはいるけれど、具体的に一体何をどうすればよいのかわからないと困ったことはありませんか？今回は、実業家として大成功を収めているひとりさんが、まず思うことから始まり、その夢が実際に形となっていく過程において、した方がいいこと、しない方がいいこと、心構えなど、皆さんの手引きとなるように、実体験からとてもわかりやすく説明してくれています。少しでも皆さんにとって役立つヒントが見つかって、最初の一歩が踏み出せたら嬉しいですよね。では早速、その方法を教えてもらいましょう。ね、なんか新しく本が出るんで、それにつける本ということな、指示ね。希望を聞いたら、無から有を生み出すっていう話をしてほしいんだっていうことで、で、前にも無から有を生み出すって話してんだけど、もうちょっと分かりやすく話すると、まあ分かりやすいったって俺の話はさ、分かる人には分かるけど、分かんない人には全然分かんないんだ。で、まあそういう話だから、こんなこともあるんだな程度に聞いててくれりゃいいから。で、無から有を生み出すだとつまんないから、無から有を生み出して、大成功を収めるまでのストーリーを教えてあげるからね。意外、何でもいいのね。無から有を生み出すってどういうことですかって言うと、あ、俺って何もないな、地位もない、名誉もない、金もない。だけどなんかないかなと思ったら、まあ、将来事業家にでもなりたいという夢があったとするよな。と、何もないと思ってた人間が夢を持ったんだから、夢というものを持ったんだよな。で、まあ、何でもいい。大事業家になろうと思ったけど、とりあえずは、その、自分ができそうなこと、ともかくできそうなことからやるんだよ。じゃあ、とりあえず、その、ラーメン屋から始めようとするよね。なんかラーメン屋、どうもラーメン食って歩くのが好きだから、ラーメン屋やりたいなと思った時、じゃあ自分はラーメン屋やりたいって夢を持った時に、お金もないし作り方も知らない。だから美味しいラーメンは食って歩いてから知ってるけど、作り方やり方知らないとすると、誰か教えてくれるところのとこ行くか、自分で作り方研究するか。で、できるようになったけど、今度お金がないって話になったら、お金がないじゃなくて、お金がないということはもう無なんだよな。だけど、その無なんだけど、よく考えたら働ける体があるじゃないか。じゃあ働こうとか、で、貯金しようとかって貯金するんだけど、この貯金するのによくさ、何年もかかるって言うけど、何年もかかるような人ってのは何年もかかった方がいいの。なぜかというと、100万円貯めるだけでものすごい大変な思いをするよっていうことで、お金の勉強ができるようになってる。100万の重さがわからない人は、1000万稼いでもすぐなくなっちゃう。バカなことに使っちゃうんだよな。だから、自分がしっかりこう、コツ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 でもこう稼ぎ出してくると、ちっちゃいお店でも持てる。で、ちっちゃいお店を繁盛させるんだけど、常にそうなんだけど、仕事のコツでも人生のコツ何でもそうなんだけど、よくどうやったらうまくいきますかって聞く人がいるんだよね。で、これが問題なんだけど、俺がやるとうまくいくけど、あんたがやると同じことやってうまくいかないんだよ。だから簡単に言うと、なんだ、ポチャッとしてて可愛いねって言うと喜ぶ人と怒る人がいるんだよ。だからあなたがラーメン屋やろうが定食屋やろうが、どんな仕事でもいいから、自分がこれはうまくいくんじゃないかというやつを全部やるの。それでやってみるとうまくいくかいかないかすぐわかるの。で、うまくいかないこと、一回やってうまくいかないことは二度やっちゃダメだよ。よく覚えておくんだよ。日本人が何でも粘り強くたら農業民族だからなんだよ。
農家は同じことやっててもいいんだよ。永遠ときゅうり作ってたって食ってけんだよ。米作ってたって食ってけんだよな。だけど、商人は、やって失敗したことを続けてちゃ、えらいことになっちゃうからな。いや、一回やってうまくいかないことは改良してやるから常に新しいことをするの。で、改良してまたやるの。それで、何回改良するかということなんだよね。だから、一つやることのに、まあ、五、六回は改良するだろう。っていうつもりで最初からやらないとダメなんだよ。で、知らない人は、一回うまくいかないとショックを受けたり、ショックを受けるってことは一回で当てようと思ってたの？世の中ってそんな簡単じゃない。逆上がりだって一回じゃできねえんだよ。何回か練習しなきゃ子供の時逆上がりだってできねえんだよ。ね。で、新しいことに挑戦すると5、6回改良するんだよ。だからやると同時にどこが改良点だろうってこう見てるんだよ。と改良する場所が分かるからすぐやり直して改良する。いいか、失敗とはやるまで分からないから、あ、ここが失敗だって分かるんだよ。で、改良するためにあるんだよ。で、失敗とすると落ち込む人がいるけど、人は落ち込むために失敗するんじゃないんだよ。改良するためなんだよ。落ち込むってことは一発で当てられると思ってたんだよな。舐めてるよ。そんなんだったら誰でもみんな社長になって事業家になってんだよ。改良するの。で、改良して出すの。で、またしばらくして見てて改良して出すの。で、社長業とは改良業なんだよ。だから5回か6回か常にこう改良してるとだん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 当たるようになる。わかるか？で、それが今まで10回だったのが、次に挑戦するときは9回になるんだ。8回になって、7回になってきて。だん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 頭の中で改良改良して挑戦するようになってくるから、次の時の問題は早くなってくんだよ。そのうち一発で当てられるようになってくるんだよ、人間っていうのは。いや、その前には必ず失敗からしか学べないんだよ。だから、美味しいと思って出した料理が美味しくなくて売れなかった。なんでだろう。味が悪いのか、名前が悪いのか、ね、進め方が悪いのか、何かが悪いんだよ。全てが正しくて売れないなんてことありえないんだよ。だからそれを改良するんだよ。で、改良してやってると、いいかい？自分が下駄屋だと思うと下駄屋が潰れると、下駄履かなくなると自分食えなくなっちゃうけど、履物屋だと思えば靴売りゃいいんだよ。わかるかい？だから、ラーメン屋で始めても自分は事業家になるんだと思ってると、必ず改良して改良する癖をつけておくと、必ず他のやれる仕事のチャンスが来るんだよ。そしたらそれをやればいいんだよ。要は、仕事というのはラーメンの味を美味しくするのも改良なんだよ。お店をするのも改良なんだよ。で、改良する癖をつけとけば、どの仕事に行っても、まず間違いがないんだよ。わかるかい？だから、無から有を生み出すって何ですか？何にもないと思った時に夢持てた。体で稼げばいいんだ。で、稼いだらだから大変じゃないんだよ。その間にお金のことを勉強し、100万円っていう金の重みを知り、ね。それから、一つ昇進でも改良し、ね。この前もちょっとしたお店行ったんだけど、そこ素人がやってて、魚釣りが好きだったんだよ。メニュー貼ってあるだろうって。あのメニューさ、立って貼ったろうって。客は座って見てるんだよ。だから、目線が合わないんだよな。魚釣るんだって、どの餌つけよう。浮き輪どうにしよう。ね。どのぐらい水の中に沈めようって決まりみたいのがあるんだ。鮎だったらどう。それと同じように、めちゃくちゃなんだよ。魚釣りだと思ってみな。だから表の看板も、こうやって見て書いたろ。これ車から見たら、人が通らないで車からしか見えないものを、わかるかい？歩いてて見えるような字で書いちゃダメなんだよ。で、そんなことを研究してくると面白くて、お客さんがうんと入ってくれて、
っていう風になってくるよねっていう話なんだよね。で、もう一つ、意外、外中、いいと思ったことは全部やる。なぜかというと、この星は行動の星だから。で、やってみると、うまくいかないの。で、うまくいかないと改良するの。で、落ち込んでる暇とか悩んでる暇ないから。だから簡単に言うと、もう、これが最高だって出すと同時に、どこが悪いんだろうってじーっと自分のやつを見ていくの。改良点をずっと探すの。そうすると、やっぱりこれダメだった。この味きつすぎたとか、個性がなさすぎたとか、ね、これじゃ来てくれないとかってわかるんだよ。で、失敗してから次考えるようじゃ遅い。これが失敗するとしたら何だろうってじーっと考えてなきゃダメなんだ。わかる？で、それが社長業なんだよ。だからそのことをちゃんとやる。だから、いいと思ったことは全部やる。わかるかい？自分が無だと思ってたのは夢があった、体があった。働けばいいんだ。働きながら世の中ってラーメンの作り方まで教えてくれた上に給料くれとかあるんだよ。世の中ってバラ色なんだよ。ね、それから お金を貯めながらお金の値打ちもわかるんだよ。ね、それから俺はラーメン屋で一生過ごすんだとかって思っちゃダメ。それはラーメン屋で一生過ごすのが夢の人な。今俺が言ってんのは大実業家になる話をしてんだよ。ね、だからラーメン屋やってると次のやり方がで、チェーン店にしようだとか、その次のまたチェーン何をしようとかって。経験ができて、お金ができて、信用ができてくると、チャンスはいくらでも回ってくるんだよ。だから、止めどなくいけるんだよな。OK？ まずこれが第一。それでは、じゃあ、大きく言って失敗しない方法があるんですかっていうと、大きく言って失敗しない方法が、タイガに合わせるんだよ。いいかい？自分にも良くて、お客さんにもいい。だから、周りの環境にも良く、環境っていうより、周りの人からも支持される。ね、信仰用の人から支持されて、なおかつ神様が丸くれる。これが一番最高なんだよな。じゃあどういうことですかって言うと、人はなぜ行動しないんですかって話になっちゃうんだよ。なぜ行動しないかっていうと、いいか、行動すると、成功の反対を向いてる奴は、1000メーター行くと1000メーター離れて不幸なんだよ。だから、動いて努力して失敗してるやつを山ほど見てるんだよ。だからもうああなっちゃ嫌だから動けないんだよ。ところが自分のためになって、お客さんのためになって、ね、会社で行けば自分のためになって、同僚のためになって、会社のためになって、神様が丸くれるような働き方をしてて、失敗なんてのは絶対ないんだよ。よく頑張ってると浮いちゃうんですって。浮いちゃうってのは人と違うことやってんだよ。自分の仕事終わったら隣のやつの手伝ってあげたかって浮くわけがないんだよ。浮いちゃうなんてのはみんなと波長が合ってないんだよ。いいかい？だから自分が頑張って課長が、なんていうのかな、手伝える人を手伝って。で、自分が偉くなったらまた周りの人間が働きやすい環境を作って、会社のためになって、お得意のためになることをしてりゃ間違いないんだよ。わかるかな？だから、大河で生きるというのは火事なんだよ。だあなたが、要するに、大河で生きて圧を上げると、圧というのは推進力なんだよ。で、推進してもどこ行くんですかって話になっちゃうんだよ。で、それがどんな仕事だろうが、自分のためにもなんなきゃいけない。お客さんのためにもなんなきゃいけない。環境のためにもなんなきゃいけない。で、神が丸くれる考えにならなきゃいけない。わかるかい？俺だけ儲かればいいんじゃなくて、お得意さんだって喜ばなきゃなんない。仕入れ先でも金払わなきゃ、税金も払わなきゃ、この国はやっていけないんだよ。わかるかい？で、そういう、それがどの仕事でもそうなんだよ。それが火事なんだよ。で、これに圧をかけていけば、餃子だろうが自分のとこまだって潤って、お客さんも喜んで、近所にもあの店ができたねって言われればいいんだって。わかる？で、税金もちゃんと払えて喜ばれるんだっていう店を作って失敗するわけがないんだよ。わかるかい？で、そういう正しい考えになると神の知恵を引き寄せるんだよ。ね？いや、税金なんか払いたくないよってやつに神が味方するわけがないんだよ。あなただけが良けばいいんじゃないよって、みんなが良くなきゃいけないんだ
だこの国の人間はおかしいな。もう国からもらうときだけばーっと取ること考えて、1円でも自分の税金が上がるって言うとものすごい勢いで反対するけど、それ誰かが出さなきゃなんねんだよな。で、誰かがこの国のために頑張ろうって言った人間に神は知恵を出すんだよ。で、神は物は出さないんだよ。で、物質化現象なんてありえちゃいけないんだよ。俺たちには知恵というものをくれるんだよ。だからそういう自分のためにもなる、お客さんのためにもなる、地域のためになる、神様が偉いねって言ってくれるような考えをしてると知恵を引き寄せるんだよ。で、知恵はいくら来ても行動しないやつにはもう何の意味もないんだよ。東大の試験が全部できるっても書かずに出てきたら0点なんだよ。知ってるじゃダメなんだよ。書かなきゃダメなんだよ。この国は行動の星なんだよ。わかるかい？で、そのつもりで行くともっと役に立ちたい、もっと地域の役に立ちたい、もっと税金も払いたいってなった時、何をやっても事業家になるんだよ。わかるか？最初は全く無から始めてもいいんだよ。俺は事業家になりたいって夢が無から生まれたんだよ。何もお金がないと思ってた時にお金の稼げる体があった、手があった、足があった、だから始めようなんだよ、ね、で始めるとどうなるかって最初からうまくいかないんだよ。で、改良するんだよ。いいと思うことは全部やるんだよ。何がいいでしょうと俺に聞いてもダメなんだよ。俺ができることとあんたのできることは違うんだよ。一人一人違うんだよ。だからあんたがいいと思ったことを果敢に挑戦する。で、一発で当たるほどこの世の中うまくいかないんだよ。で、一発で誰でも当たるようなことだったら当てても価値がない。だから改良、改良をするの。そうすると、この改良癖というのが、よく、親方からこう習ったからこの通りやってます。それは事業家になれないんだよ。改良癖がないんだよ。もっと良く、もっと良くなんだよ。で、俺たちのために客がいるんじゃないんだよ。お客がもっと喜ぶこと、もっと喜ぶこと、なんだろう。そしたら、発展すれば人も使えるんだよ。雇用も生まれる。税金も払える。わかるかい？自分の考えてることが大きいですか？スケールが。スケールの小さい人に大きいことはできないんだよ。おちょこにはバケツの水いっぱい入らないんだよ。だからあなたはどのぐらいのおちょこでも大きくできるよ。だんだんバケツにもできるし、樽にもできるよ。自分を育てていけるんだよ。だから育てていかなきゃいけないよ。無から有を生み出すって、たったこれだけのことなんだよ。で、行動の星に来て行動しないのは間違いなの。大河とは何ですか？どの仕事にでも、どっから出発しても、いいかい？目的が正しいという舵があるんだよ。で、この舵をなくして走ると、とんでもないとこ行っちゃうよ。で、そのとんでもないことを言って失敗した人を見てるから恐れ動けないんだよな。だけど、ひとりさんは、仕事始めてから1ヶ月も赤字を出したことがないんだよ。成功し続けてんだよ、今に。で、その方法をタダで教えてんだよ。わかるかい？なぜかって言うと、俺もタダで習ったんだよ。金払って習ったんじゃないんだよ。で、神様が知恵くれる。自分は何もないと思ってたけど、自分にも知恵がある。わかる？自分に良かれ、人に良かれ、大河に合わせてと大河から知恵が来る。こんなすごいものが俺たちにはあるんだよ。だから下駄屋から始めようが、八百屋から始めようが、何でも改良なの。で、大きい事業家になろうと思ったら、何の仕事をしてもいいの。だから大概成功者ってのは元からこの仕事ですかって、そうじゃないよ。いろんなんで移りながらこうやってやってくるの。だけど何でもできるの。何でも改良なの。要するに今よりよくいいことを考えればいいの。お客さんにとってな。わかるかい？俺たちはお客さんに対して奉仕する生き物なの。で、喜ばれた量が売り上げになって帰ってくるの。だから喜ばれないようなことしてちゃダメなの。ラーメン屋でまずくて客が来ないの。この味で行きますとか。あんたはいいかけど、客が迷惑なんだよ。もうちょっと美味しいもん作って。列なすほど美味しいもん作ってって。
そしたら楽しいし、お客にも喜ばれるし。これ当てたからこれで一生っていうのも人生だよ。だけど、いろんなことを改良できるんだったら何やっても成功する。そう、次のチャンス、次のチャンスって必ずくれるよって。わかる？だから、無から始めてなる人っていっぱいいるよね。すごい大金持ちになっちゃう人って。一個の仕事じゃないよ。大概次々とやっていくの。で、これが神のチャンスなの。わかるかい？だから、無から有を生み出す話っていうのはこれで終わります。はい、以上です。ありがとうございました。感謝してます。今回のお話はいかがだったでしょうか。何もないところから少しずつ形作られていく過程のイメージが少しでもつきましたでしょうか。今回のお話の中でうまくいくかなと思ったことを全部やってみるというのはとても参考になったのではないでしょうか。思いついたことを一つやってみようと思っても失敗したらどうしようなどと思ってしまい、行動に二の足を踏んでしまった経験のある方も多いのではないでしょうか。しかしひとりさんは、うまくいくかなと思ったことは、全部実際にトライしてみてください。そして、失敗したことは二度とやらないでくださいと言ってくれています。皆さんも、たとえ頭で失敗すると思っても、やってみるとうまくいったり、またその逆もあったりして、実際やってみないとわからないものだなぁと思われた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして今まで簡単に諦めてはいけない。一度始めたことは続けなければならないというお考えを持っていた方にとっては、トライしてうまくいかなかったら二度とやらなくていいというお話は、少し意外に感じられたかもしれません。しかし、失敗したものをすぐやめて、うまくいったものを残すというのは、テンポのいい単純作業のような気がして、トライできるような気がしてきませんか？うまくいったものを改良していく過程では、最低5、6回の改良は必要で、1回で全部できる人はいないとおっしゃられていますように、一回失敗したからといって落ち込む必要は全くないですし、最低5、6回の改良が必要という言葉は、現場を経験して熟知しているひとりさんの言葉だけに、とてもリアルで参考になりますよね。ただ、改良を何度も何度もトライしていると、実際行動に移さなくても、頭でシミュレーションできるようになって、そのうち、一回で当てることもできるようになるとのことでしたので、いずれは皆さんも改良の経験を積めば、そのような改良の達人、ヒットメーカーになれるかもしれませんね。どうやったらうまくいくかという方法についても、成功した方の方法を別の人が真似してもうまくいくとは限らない。一人一人できることが違うとのことでしたので、ますます皆さんの個性を生かして、自分で思いついたことを、自分自身でトライしてみる価値がありそうですね。ひとりさんの言われるように、まさにこの星は行動の星ですね。皆さんがそれぞれ得意なことを発揮して、誰かの役に立って、笑顔で暮らしている社会になりますように。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。